田上さん、気分はいかがですか？殺人現場を見られたフーバはきっと記者の田上さんを殺しに来るはず。 まだ我々のことを公にされては困る。死ね！ くそ、よくもやれ！ さあ、次はお前の番だ。何がおかしい？あなたが殺したのは本当に田上さんかしら？何？人形？罠にかかったわね、ガーラ。 私の名前を知ってるだと？お前まさか。そうよ。女宇宙刑事アリス。やっと気づいたの？クソ、許せん。やれ！ あなただけよ。図に乗るな。今日こそ決着つけてやるわ。
る。この私を欺いた女宇宙刑事を簡単には殺すな。たっぷりと苦しめてやりなさい。刑事の血とエネルギーをたっぷりと吸い取ってやれ。そのヒルは取ろうとすると電気を発する。ヒルヒル、さあもっと苦しめてやれ。苦しいか、もっと苦しめ。無様だな、女宇宙刑事。苦しいか。だがまだ殺してはやらんぞ。もっと苦しめ。
そろそろとどめを刺してやろう。死ねくそ、レーナ。アリスを殺させはしません。アリス、大丈夫ですか？大丈夫よ、これくらい。大丈夫ではないようですね。あとは私に任せてください。ヒルヒル、あとは頼んだぞ。私たちはパートナーなんです。気にしないでください。そうね、パートナーですもんね。さあアリス、あなたには治療が必要です。バルディア号に帰りましょう。ええ。こちらをどうぞ。これが女宇宙刑事アリスの血とエネルギーを吸ったヒルヒルのヒルですか？はい。なんて美味しそう。おいしい。なんて甘く濃密なエネルギーなんでしょう。確か女宇宙刑事アリスは私が滅ぼしたアンドロメダ星人の唯一の生き残りでしたね。はい。そうですか。アンドロメダ星人のエネルギーがこんなにも意味だとは。惜しいことをしました。女宇宙刑事アリスを捕らえてきますか？そうしてください。アンドロメダ星人の最後の生き残りたっぷりと堪能させていただきましょう。しかしそれにはあのサイボーグ刑事が邪魔ですね。そうだ、謎魔獣ウイウイを使いましょう。なるほど、それは面白いですね。宇宙刑事アリス、
絶望と苦痛にもだえるあなたのエネルギーたっぷりと味わわせてもらいますよ。刑事として地球に赴任した私は地球出身の宇宙刑事レイとパートナーフーバと戦い続けていた。戦いは私たちが優勢に進んでいた。だがフーバが謎魔獣を生み出したことで戦況は変わり、そしてていてくれ。サムカ一族に伝わる
一子相伝の奥義神道派を。はあ、だけど、レイは助からなかった。宇宙刑事機構は謎魔獣に対抗するためにサイボーグ刑事の開発を進めていた。そしてレイの脳は第1号のサイボーグ刑事レイナーに移植された。しかし私の前に現れたレイナーは自分で考え行動はできるが、レイの記憶は残っていなかった。アリス、まだ寝ていないとダメじゃないですか。開発者の話ではいずれ例の記憶が現れる可能性はあるとのことだが、もし戻ったとしてその時例が自分の体をどう思うか、それを考えると複雑な気分になる。そうね。ではお薬を持ってきます。ここで宇宙麻薬を売ってるという情報だけど、そんなものを売れるのはフーバしかいない。薬彼は総理大臣の息子フーバ、何を企んでいるの？薬そこまでよ。さあ正体を見せなさい。やはり来たな、女宇宙刑事アリス。何ですって？飛んで火にいる夏の虫とはお前のことだ。ガーラ、私をおびき出す罠だったのね。そういうことだ。やれ！
ガーラ、いい加減決着をつけましょう。残念だが私にそのつもりはない。お前の相手はこいつだ。その程度の実力で私と決着をつけようなんて肩払いたい。いいえ、とどめを刺してやる。今度は相手をしてくれるのね。なんてね。注射してやる。ウイルス、レイナ、ウイルスなんかに
アリス、死ね。さあ、かつてのパートナーにたっぷりといたぶられるといい。やろうか。このままじゃ勝てない。一度退却して作戦を考えないと。逃げたか。だがそれも想定内だ。レイナーが。すればいいの。チェックメイトということだ。どうしてここに。彼女が案内してくれたわ。レイナ、そんな。捕まえろ。すぐにわかる。女宇宙刑事アリス、ドラマティックな最後の時が待っているぞ。
気絶なんか許さんぞ。苦しいか。さあ、もっともっと苦しめてやる。ほら、起きなさい。苦しい？さあ、
もっともっと苦しめてあげる。死んだでしょ。この子は私の大事な大事な。いつまで触ってんのよ。マリさん、どうなってるの。説明してる暇はないの。バルディア号が今地球に突っ込もうとしているの。刑事アリスだけでも逃がすもんですか。逃げるつもりはないわ。レイ、ローたちも一緒に転送して。わかった。わあ、あの女宇宙刑事は。私ならここよ。宇宙刑事レイナー。女宇宙刑事アリス。神官ロー、お前だけは許さない。この手で倒す。謎魔獣が
僕に任せて。お前の相手はこの私だ。いいわ、二人同時に相手をしてあげる。私に大量のエネルギーを吸われたその体で戦おうというのですか。愚かな。お前に殺されたアンドロメダ星のみんなが私に力を与えてくれる。たわごと。たわごとかどうかその体で知るがいいわ。ここにそんな力が。私の顔を、私の美しい顔を何度も何度もぶちましたね。許しません。なぶり殺しにしてあげます。醜い。それが本当の姿なのね。醜いですって。この私を醜いと言いましたね。手は出さないで。え？神官ローだけはこの手で倒したいの。分かった。レイ、ハリスが倒されても僕がいる。だから思い切り戦ってくればいい。ありがとう。愚かな。二人でかかってくれば倒せるかもしれないのに。 あなたなんか私一人で十分よ。
の私がこんな小娘に。いろいろ聞きたいことがあるんだけど。ごめんなさい、寝てからにして。いいよ、ゆっくり休みな。ありがとう。